あんたの罪悪感は口だけだよ。自分が何してるか分かってんのか。黙れ。あんたの兄さんが果たしたかった夢ってのはそんなことだったのか。え？堅実せ！もう黙れ！黙れ！俺を黙らしたきゃ、また殺すしかないな。俺は、大久保くんと綾部の弁護人なんだ。恵美ちゃんの無念を晴らすためにも、黙るわけにはいかねえんだよ！タボ、黒岩だ。もういいんじゃないですか、検事生。この間はどうも。もうピンピンしてんだな。手加減しすぎた。やろう。また二人がかりでかかってくるか。今度は八神と。何しに来た。あんたは目つぶっててください。得意でしょ。海藤さん、手出さないでくれる。なんだと。今度は俺の番だろう。こいつはおやっさんの仇だ。俺だって今までずっと我慢してきたんだ。いいね、かかってこいよ。安心しろ、攻防なんて野暮言わねえから。何が攻防だよ。お前は警官じゃねえ、ただの殺し屋だろうが。
冷静になれ。こんな状況でどうもみ消す。私がかばえることにも限度があるんだ。もうここに用はないだろう。行こう、怪盗さん。